自民党の羽生田隆でございます。西田議員に続きまして質問させていただきたいと思いますけれども、えーまあ、今、国政で大変問題になっているのは、財務省の問題であり、新たに出てきた防衛省の問題であり、まあ、非常に多くあるわけでございますけれども、西田議員からの質問がすでに行われたところであり、えー、先週出てきた財務う 財務局からの理財局からの、えー、話もです、ね、太田理財局長からあ今現在までのご説明をいただいたので、その辺は省略をさせていただきたいと思いますけれども、まあ、中心になっている財務省の、まあ、書き換えの問題、あるいは森友学園の問題等につきまして、えー、その責任者でございます、麻生総理からあ財務省として今後、どのようにしていくかという、そこだけご質問させていただきたいと思います。麻生財務大臣 これは羽生先生あのたびたびいろんな形の答弁も申し上げさせていただいておりますけれどもこのような形でっていうかいわゆる決裁された犯行が押された文書を後から書き換えるなどというのはこれは有識話なんであってこれは誠に遺憾の極みこれは我々としても深くお詫びなり反省なりさせていた,だいただいておるところをたびたび申し上げていたところでもあります私どもとしては少なくともこの種の話とい,いうのに関しましてはこれは。 原因解明いわゆる何でこんなことになったのかっていう原因解明はいろいろな話が後から後からちょこちょこいろんな方出ますんで私どもとしてはよくきちんとした調査をさせていただきたいこれが一つです。もう一点はこれはあのみんながみんな聖人君子っていうわけではありませんでしょうからそれは間違いは起こすだろうし不心得な人もいるだろうということはある程度確保した上できちんとそういう人がいても。 ここういったことが起きないような制度というものをきちんと作り上げないかということで電子決済等々いろんなあのご指示を総理からも出ておりますしそういった形できちんとやらせていただきたいと思っておりますがいずれにいたしましてもまだ捜査が継続をいたしておりますので捜査がきちんといたしませんとまたこの度に NHK から報道があったような形で後からこんな話があったという,っていう話が出ますので私どもとしては不十分な形でのあの 中間報告みたいな形は控えておかないとまたぞろ不信を買うということにもなりかねませんのでそういった点も踏まえましてきちんとした形で。 お答えを出すためには、しばらく時間をいただかないといかんということでありますので、できる範囲のところまでは出来上がった段階ではという、はい、申し上げますけどできたと思ったら、ちょっとまた1枚、別の文書が出ましたなんて話があって、お叱りを頂戴したりいたしてもおりますんで、そういったものをきちんとさせていただいた上で、できる限り速やかに提出をさせていただきたいと考えております萩生田隆君、はい、ありがとうございます。あの、まあのま 一つ一つ片付けといううちに新たなものが出てくるということで、我々も大変心配しているところでございますけれども、まあ、国際的な日本の信用という面もございますので、ぜひご対応よろしくお願いいたします。それでは、私たちへの本題に入らせていただきたいと思いますけれども、えー、実は、古い方はよく存じておると思うんですけれども、麻、ま、生、あ、総理一番今、閣僚の中では議員経験が長いわけでございますので、 昭和58年に、社会順法という社会保険庁の冊子でございますけれども、こちらに当時の吉村仁保健局長が書かれた論文が載っておりまして、そこに、いわゆる医療費防国論という、要するに医療費がどん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 伸びていって、これが国を潰すのではないかということを心配された論文が掲載されまして、それ以来、この医療費防国論という言葉が非常に、 有名になりまして、まあ、あの、我々医療界としてはですね、大変この言葉に悩まされ続けてきて、今現在でもこの言葉がまだ生きているというような状態でございます。ちょっと調べますとですね、やはりこの医療費防護コロナが出た五十八年までは、医療費は八パーセント、九パーセントアップという診療報アップがですね、そういう額がアップされていた。 ところがこの58年に医療費防護区量が出てからは、ガクッと落ちまして、2、3%になり、まあ、高いときで5%の頃もありましたけれども、現在では1%から0.7%、あるいはマイナスのときも2度ほどあったわけでございまして、そういったことが非常に影響しているということで、この医療費防護区によって、医療費アップの額にしても、ずいぶん影響を受けたというふうに思っているところでございます。 ただ、現在あの、まあ、医療関係を見たときにですね、この新しい革新的な新薬が出現し、そして医療機器が進化をし、医療技術も進歩をしていると,ということの中で、今まで治,治らなかった病気が治るということが起きてくるわけでございますし、入院期間も非常に短く、社会復帰ができるということ、そしてこれは非常に経済効果の高い ものであろうといいうううふうに思うわけでございますあのもう皆様、有名な話ですけれども、オプチーボという抗がん剤、これはまあ、有名な方がこれを使って、肺がんが治ったということで、本当に元気になられて、今でもバリバリと仕事をされているわけでございますけれども、そういった中で、えー、今や医療費防告ではなく、医療費広告論、医療によって国がもっと起こ,った起こされていくんではないかと。 いうことが言えるのではないかというふうに思うわけでありますし、医療、介護、こういった社会保障には今、雇用率の断トツに高いわけでございますので、そういった意味で、この医療費報告論から、医療費広告論というものに、ぜひお考えをいただきたい。そして医療関係者はですね、現在300万人を超える方々が働いている。これから先、高齢化が進みつれて、まあ、30万人以上の、やはり介護や、 看護師さんたちが必要であるという話になっているわけでございますので、そういった点も非常に大きく膨らんでいかなければならない、それによってまあ経済も膨らむ、一緒に膨らむということが必要であろうというふうに思っております。2016年から2018年までの3年間に、この社会保障の伸びを1.5兆円に抑えたということが実現されたわけでございますけれども、これはいわゆる経済、 財政再生計画において、これが実行され、実際にこの額で収まってきたわけでございますけれども、これはですね、実は、えー、商工会議所、日本商工会議所の三村会頭の提案で、日本健康医療会議というものができ,できまして、これに、国々からのですね、意見というものが非常に、この経済財政諮問会議や、あ何かに影響も与え、この方針にもいろいろと出されたと。 いうことでございますので、こういった点、これをしっかりと医療界の現状というものをです、ね、今申し上げたようなことを確認して、この連携していくということが非常に大切だというふうに思っているところでございますけれども、その点につきまして、財務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。麻生大臣 これはあの羽生田先生あの大事なところでして確かに1.5兆円というのを3年間で達成させていただくことができましたがこれはあの日本の財政再建の意味からも非常に大きくて。 ももとと医療防国論になった最初は伸び率に,に対して成長が追いつかないっていうことこれから始まっておりますんでその意味ではこれは非常に一つの当時の防国論という言葉もあ確か私当選者数ぐらいだったんですごく印象があるんですけれどもそういった意味ではあの随分といろんなあれからまた長いこと時間が経っておりますんでその間いろいろなご意見が出てきて今言われたように。 まあ、新しい創薬というものがいろんな形で出てくる結果世の中まあなんていうのかしら健康寿命が長くなるとか、まあ、いろんな表現がありますけれどもそういった意味ではあの私どもとしてはあの税とか保険とかいろんなものの分担を全体的に考えない,考えない,いかということになってきてるんだと思っておりますがいずれにしてもあのなんてか薬の世界なり、まあ、医療なり介護なりの部分で。 時代が随分変わってきてきおりますのでイノベーションっていうことで新しいものに対応していかないかということなんで結果としてやっぱりこの護保険制度とかいろんな意味でのこうう医療制度がこの人口減高齢者の比率が高まるという少子高齢化の中にあって。 この制度が持続可能なものにして存続させていかなきゃいかんというところが大事なところなんだと思います。で、日本みたいにこういう形でうまくいってる国で、そうそうあるわけではありませんので。一億人を、もう超えてる人口で、これだけのものが維持できているとい、なかなか他に急な例だと思っておりますね。やっぱりそういった意味では、今年度も。五百二十だか、さ、五百三十億年だったかのイノベーション関係のあれを。 投入させてていいただいて医療分野の研究開発とかまたあの、えー、何て言ったっけね医薬品の研究医薬品の研究 研究開発費の構造なんとかという、分野、ちょっと正確な名前忘れましたけどそういったところの分野で、約530億ほどのものをやらせていただいたんでおりますけどいずれにしても改革に取り組んでいく必要があろうと思いますんであの200、2020年度におきまして、おきまして高齢化による増加分等々に収めることを目指して、その以内に収まればということを思っておりますので、今後とも。 制度の重点化とかさらなる効率化とかいうものは、これ、よくよくバランスをうまく見ながらやっていく、この根配りが一番難しいところかと思いますけれども、この厚生労働省を含めまして、私も真剣にこの分野を考えてまいりたいと考えておりま萩生田隆君、はい。ありがとうございます。あのまあ、関連してでございますけれども、まあ、今年の6月には恐らく骨太の方針2018が出るんであろうというふうに思いますけれども、 まあ先般の選挙の時にも公約で,です、ね、消費税の使途を若干変更いたしまして、えー、まあ大きな中身の一つが財政赤字の削減にというお話であった4兆円のうち、2兆円を新たな新政策パッケージとして使うというようなお話になっているというふうに思いますけれども、実はこの必要な社会保障を抑制してまで、このプライバシーバランスの黒字化ということが、 本当に必要なのかどうかという点も、非常に議論の必要なところだろうというふうに思うわけでございますけれども、このときに考え方としてです、ね、今、私、えー、も当初から申し上げましたように、社会保障費というものが、実は消費ではなく、投資ではないかというふうに考えて良いのではないかという提案をさせていただきたいということでございまして、この必要な社会保障費の 抑制によってプライマリーバランスをクル化するということは、むしろ逆ではないかというふうに思うんでございますけども、その点について、お考えをお聞かせください。麻生大臣これ、先生、いろんな考え方があるんだと思いますが、あのまず、財政の健全化という点からいきますと、これは日本という国家の持っております、国際的な信用という中には、やっぱり日本という国の、 何経済というもの,の内容に関しましては我々は少なくともに20年数年間デフレというものを世界の中で唯一先進的にやったところ、まあ、経験せざるを得なかったところで少なくとも第二次世界大戦が終わった70数年間でデフレ経済というのに突入したのは日本だけですからそういった意味では経 デフレがなかった、したかったデフレ対策をやった人もいないっていうんで、我々は対策を間違えたことははっきりしていると思っておりますそれでデフレが極めて長引いたという結果を招いて、今日なんだと思いますが、そういった状況から立ち直っていくためにということで、このたび金融緩和とか財政出動とかいろんなことをこの3本の中でやらせていただいて、それなりの結果が今、出つつあるところだと思いますが。 この中にあって、やっぱり財政再建というものはきちんとやっていく方向に政府としてはその方針をちゃんときちんとやっとるんだということを数字の上で示しておくということをしない限りは日本というものが 少なくとも GDP の倍以上の借金を抱えているとかいろんな表現で我々は言われておりますがあの間違いなくこれは日本の国が借金している政府が借金しているわけですから国民が借金しているという表現ではなくてこれは日本の政府が借金しておりますの、ね、でその政府の出しております債権等々に関しましては少なくとも今日極めて安い金利で買っていただいているということは日本の国の信用がまだあるということなんだというのが第一点。加えてこの国の国債 ととというももののは少なくとも世界中で4つだと思った日本アメリカノルウェースイスだったかなどこかちょ,ちょっと正確な番組ありませんけど日本自国の通貨のみで国債を発行して外国に売ってるというか多分4か国だと思いますんでそういった意味では極めて信頼の高い 通貨というものを持ちながらやらして頂い,い,いておりますので今言われましたようにそういったもの全体を含めまして私どもというのはその点をきちんとやっておるということをやってる上で今言われたような方向に進んでいかないといかんところだと思っておりますんであのー よく言われるに、ね、プライマリーバランスなんていうのは、単なる基礎的財政収支の話なんだけど、これが単なる目的で、これ単なる手段ですから、そういった意味ではきちんとした形で、これをもとにさらにというターゲットを持っておりますので、私どもとしては、経済をきちんと成長させていきながらと、先ほど総理の答弁、あの西田先生のご質問に対しての総理のご答弁と、基本としてその上を踏まえながら、今も言われたような点に関しましてもあの、十分に対応していかねばならんと考えております。 はいいありがとうございますぜひ、えーまあ、消費であるか投資であるかという点も十分お考えをいただきたいというふうに思います。そして、あの実は来年の10月に消費税を10%に上げるということが、まあ、今の状態であれば、確実に実行されるのではあろうというふうに思っているわけでございますけれども、今現在の高齢化に対してのやはり社会保障という点では、この消費税というものはぜひ、 ーセ10%にアップというものは実現をしていただきたいというふうに思うわけでございますけれども、実はこの消費税をアップするにあたって、今現在でも8%で、まあ、医療機関によってはかなりの控除外消費税という点で、えー、機械を買うと同時に、ただただ消費税を払うだけで、もともとの消費税の法律上から言えば、どこからか入ってきて、通過点であるわけなのが、 医療機関が最終消費者みたいな形で払っているという、この工場,消費工場対象外消費税ですね、この点が非常に問題であると、で来年の10%に向けて、これは抜本的に改正するという、これはあの財務の目標に挙げているわけでございますので、その点について、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。安藤大臣これあの 公約通り来年10月というのを目的目標にして私どもとしてはあの消費税率につきましていわゆる8%から 10%2% 値上げをさせていただきたいと思っておりますその中にあいてあのいわゆる医療費に関わる消費税についてのお尋ねだと思いますけれどもこれはもう。 何も今回だけじゃなくて前々からこの話はそもそもスタートした時からこの話は問題だったと記憶しますけれどもあのそういった点に関しまして医療業界の方がいろいろご要望がありますのはこれを挙げるたんびにこの地の関しては医療団体等々からさまざまなご意見が出されておりますしまたさまざまな検討がなされているところも十分承知をいたしております。 それで私どもとしては、これ、所管しておりますのは、厚生労働省関係なんですけれども、財務省としても、これ、この問題に関しましては、これ10、10%になった段階で、改めて考えればだな、とうとうのことで、ご指摘がありましたように、昨年でしたが取りまとめられた与党あの税制改正大綱においても、実態の正確な把握を行い,行いつつ、医療保険制度における手当の在り方の検討を合わせて、 平成31年度税制改正に対し、抜本的な解決に向けて、総合的に検討し、結論とされておりますのは、ご存じのとおりで、こういった与党のご意見というのもありますので、十分承知をいたしておりますので、財務省としても厚生労働省等々、いろいろ関係省庁と話し合った上で、きちんと検討させていただきたいと思っております羽生田隆君、はい。ありがとうございます。 ぜひ医療機関にとっては非常に大変なあ大きな額の問題でございますので、慎重なご,ご意見をよろしくお願いいたします。え続きまして、厚労関係の質問をさせていただきたい,い実はあの、保険調剤薬局というのが、今、非常に多く出来てきまして、 病院の周りにはいくつも並んでいるというのは、現状で、皆様ともよくご存じだというふうに思いますけれども、その中でやはり大型チェーン店というものがございまして、実は今、資料にお出ししましたように、ここには5社の利益剰余金というものがグラフで書いてございますけれども、これは内部留保の金額でございます。先ほど西商事議員からも、 内部留保の問題がありましたけれども、大,大手の調剤局でも、こういう状況で、まあ、多いところでは45億という大きな内部留保があると、あっ、失礼、450億ですね、失礼しました、という大きな余剰金があるというようなことでございまして、内部留保があるということでございまして、こういった点がどう考えるかということになるわけでございますけれども、次の。 これはですね、実は大手調剤薬局が配当金を出しているという問題でございまして、これ、配当金もどん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 増えているというものでございまして、これは一番大きいところでも12億の配当をしているということでございます。実はこの保険調剤というものの財源は、保険の財源でございまして、 これは国民の皆様方が保険料を払いしている、そして国の税金をつぎ込み、そしてかかった方が、まあ、最高で3割ですけれども、自己負担をして、このいわゆる保険財源を賄っているわけでございまして、その3つ以外にはないわけでございますけれども、その中の調剤部分を使っているものが、この配当という、これは株式会社ですから、 株式会社の理屈から言えば、配当するのは当たり前でございますので、それはよくわかるんですけれども、保険という中で考えたときに、この保険の財源から得た収入が、こういった配当に回されているということが、本当に許されるんだろうかと、まあ、株式会社としては許されるのは当たり前ですけれども、倫理的に私は許されるのではないというふうに強く、 訴えたいわけでございまして、そのために今日こういった資料を出させていただきました。まあ、そういったことで、非常に大きな問題になるだろうというふうに思っておりますけれども、医療機関というのはもう医療法で、いわゆる余剰金の配当は禁止されている、そして第7条では、ですね営利を目的とした場合には、解説の許可を与えないという。 法律上、こういうことで仕切られているわけでございまして、まあ、保険調剤薬局が株式会社であるゆえに、こういった配当が行われている。ただ、株式会社の薬局としてはですね、他にいろいろないわゆる普通の薬を売ったりですね、あるいはトイレットペーパー、いろんなものを売ってますよね。こういったものを売っているのと、保険調剤で得る利益とは全く別であるというふうに思うわけでありますし、 保険を財源とする調剤の報酬というものは、請求をしてそれが手元に入ってくるわけでございますから、収入とすればはっきり分けられるのではないかというふうに思うわけで、この保険調剤に関しては、医療機関と同じように配当の禁止、あるいは営利を目的して,はしてはいけないというような仕切りができないものかということを常々考えているところでございまして、この点ぜひ、 厚生労働大臣にお答えをいただきたいと思います、<後>よろしくお願いします。大<臣>今、の薬局に関するお話ございました、まあ、あの薬局含めて、そもそも診療報酬全体は、それぞれの事業体の経営収支、また賃金、物価等の動向を見ながら、決定をさせていただいているところでございます。まあ、その上で薬局にについてはは個人人または法人による設置 いうかあ失礼、個人または法人の開設者として、えー、許可を与えているわけでありまして、まあ、法人の設立したいについては制限がなく、株式会社、あるいは有限会社等々がございます。その上で、どのような開設者であっても、薬局の許可にあたっては、構造設備のほか、調、え、剤、ー、の業務を行う体制などの基準を定めておりまして、まあ、基準への適合を求めることで、 ま薬局におけるる適正な業務をまあ確保すすとということでありますあの委員からご指摘もございました、あの薬局について、営利を、特に調剤部分についてですね、営利を目的とする者による開設、あるいはその配当等を制限するというお話がございました。まあ、あの現行制度ですでに許可を受けている開設者の取り扱いをどうするか、あるいはあの関係する他の制度においても、こういった事例、正直言ってあるわけでありますので、まあ、そういったところをどう考えるのかということを含めて、これは慎重な 検討が必要だといいううふうに思いますただ、これからの時代、例えば地域包括ケアシステムを構築をしていく、そしてその中で薬局、薬剤師の皆さん方にもさまざまな役割を担っていただくということでありますし、また、対応化するニーズに対応していただくということもございますので、まあ、そういった意味からも、薬局、薬剤師がその機能、能力を発揮し、求められる役割を十分に果たすことができるよう、方策についてはです、ね、われわれもしっかり検討していきたいと思っております生田君。 はい、ありがとうございます、えー、ぜひ、まあ、薬剤師という国家資格がどういうために資格があるのかということもお考えいただきたいと思いますし、とにかく保険の財源であるというところは、改めてお考えをいただきたいというふうに思っております。えー、次の質問に移らせていただきますけれども、実は、えー、今、外国からの観光客を含め、えー、非常に多くの方々が日本に来られるようになっておりますし、 政府としても、2020年には4000万人、そして2030年には6000万人の外国人観光客を日本に呼びたいという意向を示されているわけでございますけれども、実はあの観光客ばかりでなくて、実は外国人技能実習生というものが、今、だんだん国も対象国が多くなってきて、人数も当然増えている、そして対象になる職種も増えてきてあるいると。 いうことでございまして、この辺の問題が一つ起きてきているということもご理解をいただきたいというふうに思うわけでございますけれども、実は、感染症というものが、この人手を通して人に人に、人を通してですね、日本国に持ち込まれるということが、これからどん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 増えていくということが懸念されるわけでございまして、これはもちろん入国審査のときにですね、 いろいろな観点から見ているし、えー、そのときに症状があれば、入国を拒否するということもできるわけでございますけれども、そういったものを通してきてしまうと、発症してなければ、症状がなければ、まあ、通過をしてしまうということがほとんどでございますし、さあこの間はあの、まあ、横浜港を中心にです、ね、中国からのヒアリがあれだけの数入ってきたということも、これ、十分に入ってくる段階では、 なかなか抑えられないということもあったと思いますけれども、この外国人技能実習生というのは、いわゆる日本の企業に雇用しながら、外国人の技能を高めていこうという、そして母国にその技能を持って帰っていただくということが趣旨でございますけれども、そういった中でやはり、普通の観光客よりも長期間いるというのが実態でございます。先週にも一つ、事件が起きました。 外国人の実習生が、実は結核であったということで、その会社で集団発生をしてしまったという事例が起きているわけでございまして、過去にも、これはあのに、外国語の、えー、学校ですね、学校に来た講師の方が結核で生徒が集団感染をしたというようなことも、今までにもあったわけでございまして、これはあの、やはり、 就業する場合には、日本に就業すればですね、就業時の検診や何か、会社としての検診がございますけれども、その以前にですね、入ってくる段階で、どのような形で、この、日本に持ち込ませないということができないかということで、入国前のスクリーニングということ、そしてビザの発給、発給等々ですね、こういった段階で何かしら、そういったものを、えー 抑えられないかというこれはもう法務省の関係か外務省の関係だと思うんですけれども、その辺について、ご意見を聞かせていただきたいというふうに思います小田正樹入国管理局長。お答えいたします。出入国管理及び難民認定法におきましては、結核等を含みます二類感染症の患者の方は、我が国に上陸することができないとされております。 現在、我が国に先ほどご指摘のありました技能実習生のような中長期間滞在しようとする方に、法務省が交付する在留資格認定証明書の申請におきまして、結核に感染していないことの診断書の提出は求めておりませんが、 外国生まれの患者の方の数は増加傾向にございまして、日本滞在中に発症するケースが見受けられるとして、結核患者の方の入国前のスクリーニングの重要性につきまして、本年2月の厚生労働省における審議会においても議論されているところと承知しております。 この点につきましては、法務省としていたしましても問題意識を持ちまして、厚生労働省をはじめとする関係省庁と協議しているところでございまして、血管患者の入国前スクリーニングの実現に向けて、どのような対応が可能か、引き続き検討してまいりたいと考えておりま萩生田隆君、はい。ありがとうございます。あのまあ、日本からです、ねえー、外国に行く場合には、予防接種をしてなければ入国させてもらえないというような国もあるわけでございますから、 特に、えー、外国人の技能実習生の場合には、発展途上国からの方々が多いわけでございますから、その点、自国でのスクリーニングというものも、何かしらの形で義務づけるというようなこともご検討いただきたいと思いますし、またビザの発行につきましても、入国前のスクリーニングをしてなければ、きちっと発行できませんよということも徹底していただければというふうに思うところでございます。 実はあの、まあ、外国人観光客がどんどん増えてきているということでございまして、えー、これは年次別の経緯で、これはあの実はあの沖縄県市会が非常に外国人の方々が増えてきているということで、まあ、いろんな事故等々もあるわけでございますけれども。 そういったことで,です、ね、いろいろ調査をしたということを資料としていただいたわけでございますけれども、この資料はです、ね、まずどれだけ増えてきているかということで、年次推移というものでございますけれども、これはあの病院に受診をされた外国人の方の人数をこの表として出している、特に200床以上の病院と200床未満と分けてはございますけれども、200床未満はこれだけ、 これだけしか数はないんですが、200床以上の病院にはこれだけ多くの方々が受診をされているということでございまして、この辺が非常にいろんな問題点を発生しているということで、今、調査をしたのは、19になる救急指定病院が、ね、19の指定施設でいろいろと検査調査をさせていただいたわけでございますけれども、その点で、次の資料に移らせていただきますけれども、未就金というものが、 発生をしておりまして、19の病院中5施設で、合計では827万円の医療費の未収というものが発生しているということでございます。で、まあ、日本人の場合には外国に行く場合、旅行保険、あるいはクレジットカード等に保険がついているというようなものもございまして、ほとんど外国で未収いわゆる支払いをせずに、 逃げて帰ってくるなんてことは、日本人の場合にはまずないわけでございますけれども、外国の場合には、そういった保険にも入らずに、あるいはクレジットカードも持たずに来られる方もいるということで、こういった未収というものが大変問題になってきているということでございますけれども、このような検討の場が、行政でもできるというふうにも伺っておりますけれども、この負債への対応、あるいは行政に相談窓口を創設するとかですね、 実態の把握という、こういった支援体制をしっかりと作っていただきたいということ、そしてこれを、いわゆる防止策、未就金発生に対する対応策というものをぜひ検討していただきたいということでございますけれども、これは、あの、外国人の観光が増えれば、当然、割合としてもどんどん、割合は同じであっても、数としてはどんどん増えていくということでございますので、そういった意味では、 入ってくるときに別立ての保険制度あるいは未就金の創設を支援する基金制度等々お考えいただきたいというふうに思いますけれどもこれ厚生労働としていかがなものか大臣の御答でいただければと思います加労働大臣あの訪日外国人例えば平成29年度2869万人ということで年々増加をしているわけでありまして まあそうした中、外国人の患者の方が安心安全に日本の医療機関を受診していただける体制を作る、これは大変重要なことでありますし、また一方、まあ、委員からお指摘ありましたけれども、未就勤発生の問題、あるいは在日の外国、訪日の外国人との間での 意思疎通の問題ととさまざな点が指摘をされていいるところでございますあの未就勤の問題に関しても、まあ、ある意味では言語や文化の違いといったものを背景にしているという側面もあるんだろうと考えておりまして、まあ、厚生労働省ではこれまでも未就勤発生を予防する観点から、これは予算事業ということでありますが、医療通訳者の医療機関への配置、 多言語資料の作成、普及など、取り組みを進めておりますしまた、これまで主として機関となる診療機関でありましたが、さらに地域全体で体制を整備することも重要と考え、まあ、平成30年度では、地域特性に応じた外国人患者受け入れ体制のモデル構築事業を開始することにもしております。その上で、こうしたさまざまな課題に政府一体となって対応していく必要がありまして、3月22日に内閣官房のもとに、 法日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループを設置をいたしました。このワーキンググループで、今、委員からいろいろご指摘ありましたけれども、密集金への対応、相談窓口の創設、医療機関に対する支援体制の構築、あるいは民間のです、ね、保険等をどう活用していくのか、等々も含めてです、ね、後半かつ具体的に議論をしていくこととしておりまして、厚労省においても、 こうした枠組みを活用しながら、訪日外国人に関わるです、ねまあ、医療の問題にしっかりと取り組ませていただきたいと思います羽生田君、はい。ありがとうございます。えー、今、あの資料には未就勤発生の件数が表になっておりますけれども、次の表にはですね、どういった疾患でこういった問題が起きているかというものを挙げ,て挙げさせていただきましたけれども、 いわゆる心臓関係でですね、急性の大動脈解離であるとか、脳梗塞相当、これだけ多いわけです他にもですね、ドクターヘリを使ってというような例もあるわけでございまして、そういった意味では非常に問題が大きくなっていく危険があるということで、その辺をぜひご理解をいただきたいというふうに思います。続きまして、えー、ワクチンのことと、をちょっと ご質問させていただきたいんでございますけれども、えーまあ、ワクチンの必要性というのは、もう皆様、十分ご存じだろうと思いますし、いわゆる予防医療の最先端ということになるわけでございますけれども、こういったあの予防、いわゆるワクチンというものが、ですねこれから発展的に十分な効果を上げていかなければならないということでございますけれども、 これはもう本当に国民の安心安全を招く第一歩でありまして、いわゆるわれわれはよく言っている平時の国家安全保障というものの一つであろうというふうに考えているところでございます。でそういった意味では、先ほど申しましたように、外国からの観光客、あるいは技能実習生等々も、ですねこういったワクチンをしっかり受けて入ってくるというような体制もぜひ作ってほしいと思うわけでございますけれども、このワクチンのですね、 日本におけるこの総合的な予防接種のあり方を含めた、この厚生省のビジョンというものが、今一つ十分発揮をされてないのではないかなというところでございまして、予防接種というのは総合的に感染症対策の一環であるだけでなくて、やっぱり国家安全保障の根幹であって、有効で安全なワクチンを開発していくという、この開発の部分が非常に、 大切なわけでございますけれども、この新たなワクチンの研究開発について。厚生省の取り組みをお聞かせいただきたいと思います。ます加藤厚労大臣。あの感染症の発生また蔓延を予防するということとともにですね。海外から持ち込まれる可能性のある感染症の対策としてもですね。今委員からご指摘ありましたように予防接種というのは大変大事な。 施策だと思っておりますあの日本では定期の予防接種として、えー、結核、マシン風疹等のワクチンについて、その確実な実施に引き続き取り組んでいるところでありますまた、ワクチンの研究開発については、平成26年に予防接種に関する基本的な計画を策定をいたしました。 そしてその中で開発優先度の高いワクチンとして、6つのワクチンを掲げ、研究費を交付するなど、その開発の促進に取り組んでいるところでございます。基本的にあの私どもとしても、ワクチンで防げる疾病はワクチンで防ぐんだと、まあ、こういう基本的な考え方の下で,で、引き続き有効で完全なワクチンの研究開発の支援をはじめとして、予防接種行政、しっかり取り組ませていただきたいと思いま萩生田君、はい。ありがとうございます。 ワクチンの場合にはです、ね、やはり、えー、ワクチン自体の薬の値段、ワクチンの値段というものもございまして、なかなか開発が進まないという点もございますので、その点も含めて、ご検討をよろしくお願いいたします、えー。別な質問にもありますけれども、実はゲノムの問題で、いわゆるゲノム医療というものが、今現在、えー、どんどんと進歩しているわけでございますけれども、 いわゆるこのゲノムの医療、特にがん、ゲノムの医療というものが進んでいるわけでございますけれども、この遺伝子解析が行われる、このゲノム、この解析をです、ね、医療の活用で随分と進んできているというふうにあるわけでございますけれども、一番最初にお話をしました有名なオプチーボという薬、これは確かに肺がんが治って元気になられた方がいらっしゃる。ただ これはですね、効く方々が使う中でも20、20%しか効かないんです。ということは80、80%の方には無駄に投与しているという、無駄が出ているということなんですね。でそういったことがなくすためには、このゲノムの発展によって、この薬が効くかどうかという、その点をゲノムによって解析をしていくという点、これはもちろん今現在研究をされているわけでございますけれども、これが進みますと、 いわゆる医療費の、まあ、無駄と言っては失礼なんですけれども、効かない方に打つということがなくなって、効く方だけに使用するということになればです、ね、そういった治療費の薬を余分に無駄な方に、効かない方に使うということもなくなってくるわけで、この辺はぜひ進めていただきたいというふうに思うわけでございます。でただ、このゲノムというものはです、ね、まあ、いろんな面で、あるいは非常に分かりやすく検査が、 簡易的簡単にできるようになってきたということでですね、実は遺伝子ビジネスというものが出てきて、これは街中でもですね、血液を少し取ればそれを送って遺伝子解析をして、まあ封書で結果が戻ってくるというこういった簡単なものなんですね。でそれによってあのまあ、将来がんになりますよとかアメリカでがんになりますよって言って、えー、ね乳がんのあれで。 取っちゃったという方も、支給を取っちゃったとか、そういう方もいるわけですけどそれがいいか悪いかはまた別問題としてですね、実はこの遺伝子ビジネスというものが、実はドクターでも疑問に思って、3カ所に出したら、3カ所全然別なデータが返ってきたということが実際にあるわけでございまして、この,辺のですの制度管理、あるいはこういったビジネスをどう許可していくのか、どう認めていくのかと。 いうことも非常に問題になるわけでございまして、こういった制度もしっかりしていないものが検査結果として出てきたときに、それを結果がこうですよというだけでなくて、必ずこういう方々は、この結果ですから、こういうことも、こういうことも起きますよ、こういうことも起きますよという相談以上のことをお話しするということが実際に起きてくる、そういった心配があるわけでして、そのへんのです、ね、ルール作りと。 いうものがどうしても必要ではないかなということでございまして、えー、これにつきまして、最後の質問として、これは経済産業省でしょうかねあの、お答えいただければと思います、よろしくお願いします。大臣あの今ご指摘のようにですね、えー 今ご指摘のあったあの医療分野での活用以外のところで、例えば予防ですとか健康管理といったところでまあ活用されている、えー、特にその太りやすいとか、こういう病気になりやすいということが分かれば、それぞれのまあ利用者の行動変化を促して、自主的な健康維持増進のにつながるんではないかという期待がありますが、一方で、当然、信頼性確保、非常に重要でありまして、個人情報保護ですとか、検査の質の確保ですとか、今、これ、ガイドラインも策定しておりますし、業界どこ 独自の事業者認定制度も開始をされていますあのサービスの信頼性向上に向けてです、ね、厚生労働省と関係省庁ともしっかり連携をしてまいりたいと思います羽生田君、はい。ありがとうございました。時間が参りましたんですけれども、一つだけ、これ、国民の方にも理解していただきたいのは、医師の働き方ということで、非常にこれは、医師が本当に時間で、医師の業務を終了するというときには、 救急医療、他の医療も崩壊するという危機があるということをぜひご理解していただいた上で、皆さんでいろんなご意見をいただきたいというふうに思いますので、これをお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。